時刻は九時半を回りました。嘘のような本当の話の時間でございます。本日も、えー、皆さん楽しくいきましょう。はいということで、えっ、ー、と来てくれています。はい。東京から参りました W.O.East の北条です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組のもうなんていうんですかね、レギュラーでいて <laughs> アドバイザー的な。 なりっぱなもんじゃないですけどね <laughs> いえいえいえとんでもないです <laughs> はい、はいえー、今日もね暑い中来ていただきましたありがとうございましたありがとうございますそして、えー、今日も素敵な素敵なゲストさんに来ていただいておりますそれでは多摩さん自己紹介できますかはいえーっとうるま市から来ました、えー、多摩ちゃん商店の多摩みゆきと言います はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、たまちゃん商店をやられている。はい、そうです。あの、ビーガンの焼き菓子ですとか、お弁当を作ってます。あ、<ー>実際作っている。はい。へえ<ー>。で、どこ行ったら買えるんですか。えー、ハッピーモア市場と、あとはロジャースフードマーケット。です。<ー>はい。 さっきまでハッピーモア市場にいたんですけどねそうですねお弁当並んでましたよお昼時だったからはいあの多分あったと思いますへえですこれちゃんと書いてあるんですかたまちゃん商店の弁当だよみたいなヴーガンあのか値段のやつに何か名前とか作ってる人はいえ すごい。この選んで買いたいですね。そしたらね。あ,ありがとうございます。はい、ですよね。うん、見かけたら、ぜひ皆さん、えっ、ー、と。たまちゃん商店のお弁当、ビーガンですから、体にいいですもんね。はい。はい。はい、えっと、ビーガン、グルテンフリーで。やってます。いいですね。うん、はい。グルテンね、大変なんですよね。はい、私ね、その体が。自分の毒素を捨てようっていう力が。まあ、強いもんだから、まあ、水素吸ってるからですけど、ねはい。すごい。で、毒。強いんですけど。 あのほら出張でずっとこう自分の家に行くか入らないじゃないですか、はい、だから不思議なもんで自分家に帰ってる時は、うん、全くそういう何て言うかなまあそのご飯も炊いて食べるしねちゃんとしたものを食べてるんですよ。はいはい、ところがほとんど出張だから、うん、あの出先でねコンビニで。 おにぎり買っちゃったりすると特になんていうグルテンまさにねその中島先生っていうねあのラジオにも出ていただいてる先生から、はい、グルテンはやめましょうねっていうねことを教えていただいてまさにそのグルテンがあるとそのリーキーガット症候群っていって胃とか腸の壁の網目が、うん、ガットですよね、うん、ネットですよね、うんうん、が っとこう広がってくるんですよ<ー>だから小麦、うん、もともとラーメン本当に大好きだしはい、はい、小麦系何でも大好きなんですよはい、はい、スパゲッティも大好きだし、はい、そうめんも大好きだしその麺類が必ず一日のうち1回か2回入ってくるわけですね食べ物の中に<ー>でカレーも大好きでしょ小麦が入ってるでしょカレーの中にもだからもう結局あのグルテンだらけなわけですよ それをね減らしましょうって言われても、うん、さあどうしようって、ね、<laughs> 困りますよねできることなら食べるのをやめしばらくやめてもらえませんかとか言われたんだけど、うん、本当になくそうとしたら何にも食べるものなくなっちゃうんですよ、うん、また美味しいですしね,ねでその結局自分の,その腸とかのこう網目が、うん、そのグルテンを取ってしまうと広がるんですよ、うんうん、で広がるとこの網目から 添加物が抜けて出てくるんですよ。入ってきちゃうんです。体の中に。あ<ー>、この入ってきた添加物が体に悪さをするわけですね。うん、で、私の場合はその入ってきた添加物を体が一生懸命捨てようとするから失神ができるんですよ。うん、だから、その、えー、特にうどん食ったりとか、えー、そういうこう。グルテン入れた時の後に添加物の入った。例えばおにぎりをうん、うん、コンビニのおにぎりがりっていっちゃうと。はい 翌日ブワーっと出るんですよ<ー>だからそれでやっぱり一番最初の入り口としてはグルテンをなるべく抑えてその自分の腸の壁が広がらないそれからんだろうな添加物もなるべく入ってないものを食べるおにぎりもねあれなんですよ「ペア調整剤」っていうのがよくなくて<ー>あのよくその何が入ってますっていう成分あるでしょ で原材料があってその後にスラッシュが入ってその後に添加物が入ってるんですよ。あ後に並んでるものの中でペーハー調整剤とかそういったものが、うん、添加物がいっぱいあるんですけどそのペーハー調整剤っていうのが入ってると特にねぶわって出やすいんで、はい、それも突き止めた、ね、自分の体でえすごい,いろいろ実験してあこの場合は大丈夫だなとかね。うんふんふん でおにぎりの具によってペーハー処理剤が入ってる具と入ってない具があって、うん、なるべくは入ってない方どうしてもおにぎり買わざるを得ない時は入っててない方の具にしてますね。これは北条さんの体質にそのペーパーペーハーなんとかが特に悪いってことっていうより添加物そのものが体にみんな悪いんで自分の体から外に捨てなければがんの原因になってくるだけです。だから。 まだ失神として出てくれ捨てようとしてるわけで出てくれた方がいいんですねまだ,マシなだましなんですけど、えー <laughs> まあ,あじゃあ出ない人は要注意みたい逆に危ないんです <laughs> そうなんだそっかそっか で、そういったたまちゃん商店た場さんはたまちゃん商店でそういったグルテンフリーは使っているお惣菜、お弁当とかお惣菜に関してはグルテンフリーなんですけど焼き菓子の方はどうしても小麦でやいてます米粉で作るっていうのもなかなか難しいでしょう難しいですね最近ねやっとようやくパンも米粉のパンもできていろいろおしゃれな気持ちもありますよね これグリッテンフリー、そのにこの商品を扱うきっかけみたいなのってあるんですかあきっかけはです、ね、私、もともとペットショップで18年ぐらい取りましたんですけど、うん、あのうちの祖父が沖縄で一番最初にペットショップやった人なんですよ。<ー>でも小さい時から犬や子見てて、うんで 私が小さい時の犬猫のこの病気と今の病気は明らかに違うんですよ。<ー>今犬とか猫ででもアレルギー当たり前ですねで昔その皮膚病っていうと回線、うん、とかアカルスとか病原菌がいたのがはい、はい、今は回線とかアカルスは効かないんだけど、うん、あのアトピーアレルギーで皮膚がガサガサとか。 がでだからドッグフードにもチキンのタンパク質でアレルギーがチキンが入ってませんとかそういうクレインフリーとか最近出てきてるし今でこそ飼い主さんがすごい意識高いから無添加とか出るじゃないですか昔そんなのないからおやつなんかでも賞味期限めちゃめちゃ長いんですよ。 <laughs> もう防腐剤だらけ多分そうですよねこれどうなんだってずっと気になっててやっぱりこの大きくなった時のこの病気全然やっぱ違います、ね、あのお土産とかで1年半先まで消費税も書いてあるやつありますよね <laughs> あそうなんですね、はい、これって一体何が入ってるれこ,こんだけ持つんだろうと思うけど <laughs> 逆に怖いですよね怖いですね でちょっと食のあれ興味を持ち始めてみたいな感じですね結局犬とか猫って人間と違って寿命も短いんで赤ちゃんが生まれるあれも早いじゃないですか犬だったら1年半とかですぐまた次赤ちゃん産んでってなって2代目3代目が早いですよね人間よりもなるほどだからそのサイクルが早いというかよくね人間なんかですとその胎盤を。 その化学薬品は通り抜けてしまう。<ー>その自然に体に悪いものっていうのは帯板で止めるんですけど、はいはい、化学薬品って未知のものじゃないですか。人間の体からしたら。だから帯板は簡単に通り抜けるって言われていて、<ー>いわゆる生態濃縮って呼ばれる、うん、世代が進めば進むほど、はいはい、その。 いわゆる化学薬品の被害がどんどんこう。凝縮されるってね。してしまうっていう。ええ、ワンちゃん、猫ちゃんの場合、その回転が早いわけ。そうですね。一年半で生まれるってことは。じゃけ凝縮されるみたいなイメージ。ですよね。なんかノックフードとか、やっぱり。ね、そういうの出やすい。かなと思って、それから。食事、この添加物とか、どうなんだろうって気に始めたのがきっかけですかね。なるほど。 もうそのうちあれですね。あの、ワンちゃん、猫ちゃんがモリンガを飲む時代が来るかもしれませんね。あると思いますよ。サプリめっちゃ高いですよ。ありますよ、サプリ。犬猫も。あるんですか。はい。めちゃくちゃ高いですけどね。だってワンちゃんは水素ボトル吸えるんですよね。あ、すいません。うちの水素は吸います。すごいす。そういうパーツがあるんで、吸ってる絵柄とかもあります。ものすごくお腹出してね、ゴロンゴの気持ちよくなって、ゴロンゴのこう。 すするんですよ、えー、最初に「えー、こんなん嫌がってやんないんじゃないの?」ってみんなで言ってたんですよ、うんうん、そしたらやったらやっぱり体感で自分がすごい体が楽になるから、うんあのー、気持ちよさそうにしてね、うんあのー、あとブスってお鼻から、あのー、パグとかはい、はい、ああいう系統だとあの人間の髪色をブスッと正面から刺すんですよ。<laughs> それでそのまま吸えたりするんではい、はい、あの子たちなんかもう目がうっとりするんですよ。はいはい、う 面白いですね。えー、ね面白いですね。ーはい、えー、そんなグルテンフリーなえっ、ー、とお弁当とかを扱っているタバさんでございますが、はい、ではえっ、ー、と一旦 CM の後ですね、えっ、ー、とドクター水素ボトルの愛用者でもいらっしゃるということなので、はい、そんな話もいろいろとちょっと聞いていきたいと思います。はい、それでは一旦 CM です。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい、そのような本当の話でございます。えー、今日も補助さん来てくれてます。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、えっとタマちゃん商店のたばさん今日はゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はね普段はえっとグルテンフリーのお弁当、お弁当、はい、えっとハピモア市場とかで出しているという、はい、出してます、はい、ことですが、そこねジューシーも美味しいんですよね。ジューシー美味しいですね。ね、お米が全然違います。ね、すごい美味しいんですよあそこのジューシーです。はい。 いいはい、ぜひジューシーと一緒にた、はい、マちゃん商店の弁当を <laughs>、はい、買っていただければ。タバッて書いてあるんですね。<laughs> はい。ありがとうございます。楽しみ楽しみ。しみはい。えー、っとですね。そしてドクタースイッボトルも結構ご愛用していただいているということですが、今年の初めからです。ありがとうございます。やってますで、うん、その前に一回一ヶ月の体験を。 ずっと欲しい欲しいと思っててようやく今年の初めからことができてますこれなぜ体験まあ興味持ったのはなぜですか私お弁当とかはビーガンとか化学調味料使わないでやったりするんですけど自分に対してめちちゃゃくジャンキーなんですよ自分のためにまず料理をするのが嫌でもう。 買う方が多かった。食べに行ったり買う方が多くて、うん、で結局そうするとやっぱり体調悪くなるし、はい、で結果、もうぶっちゃけるともう血糖値高くて、うん、糖尿病で一時期病院に行った時はもうインスリンやってくださいって言われるぐらいだったんですね。うん、でででもも病院嫌いいななんんすすよ。よ。薬飲ま 薬飲まないと、お医者さんめちゃくちゃ怒るんですよ。<laughs> <laughs> もう本当怒るんですよ。まあえー、ある意味、いいのかもしれないけどね。<laughs> その,その,あの <laughs> 飲まない方がね。うん、うんだから、薬を飲んで、じゃあ食事制限しないでいいんですかっていうのと、確実治りますかって言ったら、治らないですよね。薬飲んでも。確かに。 そうです、ねうん、じゃあ糖尿病の根本解決にはならないってことですもね結局ね糖尿病ってなんで糖尿病になるかというと、はい、その年齢を増すと、はい、体の中の中毛細血管消えていくんですね。うん、そうするとまあ20代30代の頃からすると60代70代になっちゃうと半分に減るんですよ血管が。私なんかだかだらね、 ちょっと前まで2三3 0代だったのに、うん、気が付いたらもうそのも半分の年になっちゃって、うん、そうすると膵臓の中の毛細血管も同じように半分に減るわけですね。うんうん、ってことはですよインスリンが出てくる量が減るわけですよ、うんはい、機能が落ちちゃうからだから糖が分解できなくなってはい、はい、血液の中に糖分が出てきてしまうと、はい、これが糖尿病ですよ。はいえー、でお医者さんは その糖尿病は治らない病気っていうわけですら、なんでかって言ったら、人間が若返らない限りは、もう再生が増えないじゃないですか。うん、だから若返る前提がお医者さんの中にもないわけですよね。うん、だから治らないっていうわけですね。うんうん、なるほど。それで、あの病院もいろいろ怒られて、そのめちゃめちゃ怒られて、嫌いになったと。<laughs> <laughs> 嫌いになったっていうか、もともと好きじゃないんですけど。<laughs> すっごい時間待たされて<っ>しん診察が1分で終わりみたいなね <laughs> でその間ちょっと怒られたら嫌ですよね, <laughs> ね <laughs> でもあのだから食事をもうかなり糖質を避けたりとかしてやってたんですけどやっぱり、はい、あの体調だるかったりとかはするじゃないですかでやっぱ時間経つといろいろねあの合併症じゃないですけど目に来たりとか。 結局、ねはい、食べ物を減らして、はい、摂取する糖の量を減らしたとしてもですよ、はい、血流が悪くてインスリンが出なくなってるわけだから、はい、でそれがだんだん年を取るごとにどんどんこう増してくるわけですよ<ー>その度合いが。 それででも足らんんっって話になちゃうすねだからインスリン打ちましょうねって先生が言うわけで先生の言ってることはごもっともなんだけれども治っっててないでですすよねね話治らないから飲む意味ないんじゃないみたいな逆にこの薬の副作用も気になるじゃないですか飲んだ分だけ腎臓疲れますし肝臓疲れますし薬飲んだら余計だるくなるしそういうのもあったんですか 薬結局お薬って毒ですからね、はい、やっぱ体はだるくなります、はい、肝臓が一生懸命働くんで、はい、だるくなるんですよ薬を飲むと、えー、だから薬が増えれば増えるほど多分体調悪くなるんですよ、えー、<laughs> 絶対にだからそれで飲まなくてなんか食べ物とかでやってたりしてる時に村山さんからこの水素の話を聞いてはいはい、はい、1か月じゃあ試させてくださいってやったら、うん、やっぱりまずし目の見え方が全然変わって えー、これどれぐらいで変わりましたか目に関しては早かったですよ割とすぐはいえ要するに血液がドロドロだと血流悪いじゃないですかうん、うん、ってことは目の見え方も悪くなりますよ、うん、ああなるほどで水素を吸って体全身の血流が良くなれば目の血流も当然良くなるので見え方が変わってくるっていうことです、うんはいうん だから目の方も網膜症って言われてたので、はい、網膜症はもうほっといたら5年以内に失明しますよって言われててでも薬飲みたくなないいじゃないですかでもね一月ぐらい前ですかね、はい、あの近藤さんっていうね笑顔の会の会長さんが出てくださったんですけどあれですよあのまさに網膜症が原因で、はい、目がだんだん見えなくなっていくっていう病気でね。 えー、これほっといたら失明しちゃう病気だったんですが、はいうん、水素吸い始めて、はい、視力が0.03だったのが、はい、えっと吸い始めて3か月も経たない間に0.1まで回復してるんですいだからやっぱり目の毛細血管の中の血流がすごく大事っていうことですね。 目はすすごいありますぶっちゃけるとこの涙目みたいになってにじんで見えなかったりとか、うんえー、だから今でももう細かい字はちょっと見えづらくて読めないんですけど、うんうん、でもやっぱりその網膜症多分進むと眼球真っ赤になるんですね白い部分が真っ赤なんですけど。 あれもない、なくなってます。し炎症が起こってるわけ。で確かに、全然赤くないですね。あれも一回だったんですよ。赤かったんです。赤くて、それでびっくりして病院行って、網膜症ですって言われて。一度だけレーザー治療はしたんですけど、その後からはもう、行ってない。行ってない。もう水素のみ。水素のみ。血管、血管を焼いたりしなきゃいけなくなるんですよね。血管焼くんですよね。そうなんです。高いし。え、でも今ね、全然、綺麗な。 赤、ね、くなって水素は血管を広げながら血流を良くするので、はい、その炎症何とか網膜症も炎症の症ですね、うん、だこれは血管に炎症の物質が引っかかって炎症を起こしちゃっているわけですから、はいはい、血管を広げてあげることによってさっと血液が流れれば炎症って収まってくるんで、うんはい、まさにそれが起こっていたのかなっていうふうに思いますね。うんうん だからこの病院に行かないので数値はどうですかと言ったら分かりませんでしか言えませんけどやばい状況だったことは間違いない,い一時期 A1c は12まで行きました。<laughs> <laughs> ヘモグロビンです標準値が5.2ですからそれの軽く2倍いっちゃってるって死にますよってお医者さんに言われる値ですね12っていうのはこれは糖尿病のインスリン打たなきゃいけないレベルですねだからインスリンも打ちたくないから打ってなくて今本当に水素だけであとはもう食事はもう最近だからさすがに水素吸ってても食事悪かったら。 <laughs> まあダメなので、うん、食事はようやく最近から自炊を <laughs>、えー、でやっぱり自炊するとさらに体調良くなりまそうですねはいそれも最近からという話なのでね <laughs> 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 はいすごいですねじゃえっ、ー、ともっと詳しくですね C M の後聞いていきたいと思います、うん、一旦 C M でーす頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。そのような本当の話でございます。今日もすごい話がいろいろと聞けております、えー。本日もドクター水素ボトルといえばこの方北条さん。はい。 そして、えっ、ー、とタマちゃん商店のタバさんがゲストでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。タバさんはもう糖尿になって一回インスリンは打ったけどもずっと水素、はい、ドクター水素ボトルで水素をやり続けていて、でまあインスリン打ってないので本来だったらやばいことになりそうな感じですけども。 多分だと思いいいますす <laughs> 間違いなくやばいレベルですねあのただ、えー、と以前あのこのラジオにもね出ていただいた方で、はい、南大東島のお母さん大城さん結局彼女どうなったかっていうと、はい、あのラジオの続編がありましてねはい、はい、ラジオでは先生からうちの水素を1日4時間吸って。はい えー、3ヶ月経ったタイミングで「うん、あなたインスリンがもう出るようになったからインスリンを打つのやめましょうね」って先生から言われましたっていう話だったんです。えー、でラジオではそれですごいすごいってなって、うん、あのラジオのアクセス数もすごいあの、はい、アーカイブのアクセス数もすごいんですけど、はいはい、それから半年後だったと思いますけどひ、はい、孫が生まれてその100日のお祝いがあってひ孫ちゃんのお母さんのところに親に、はい 行ったんですらお母さんいらしててその後どうですかって聞いたんですねラジオに出ていただいた時はそういう話でしたけどだったら「いやもう今や血糖値は正常値になっていてカレーでもラーメンでもケーキでも好きなもの好きなだけ食べれます」と「薬は一切飲んでません」ということにまさに今の多摩さんのような状態で全く悪いとこないんですいいですねそう タバさんは今検査はされてませんか。されしてないんですよ。まあしてないけども、はい。まあでも状態としては落ち着いていて。状態はあのまずだるさがないですよね。あの本当にの体の中に糖が多いとだるくなるんですよ。だからまあそういう意味ではそ<う>ちゃんと糖が捨て,られてるるがなくて朝起きられるんですよ、うん。起きれなかったんですか。起き起きれないですよね。あの ちゃんと脳の血流が回ってませんからね体からしたらもう重だるい感じでしょうそう重だるいもう,う重だる重,重いですもんめちゃくちゃ体重いです,です、ね、あのご飯食べた後とかもうと,に、うん、とりあえずご飯食べた後はまず動けなくなりますへえ、うん、眠くて眠くてあの血糖値がバーンと上がってるんですよ、はい、そうですねだから朝も起きれるし体は体は軽いし うん、なので、ね、まあちょっといっぺんねあのデータは久しぶりに取ってみるといいかもしれませんけど <laughs> 本当にインスリン出てますって言われるかもしれないですねどうかな安心するためにいっぺん行ってみるといいかもしれないですね, <laughs> ですねだって目も今別に目はもう普通にちゃんと見えます症状は落ち着いいてるみたいですこれもまだ 眼科は行ってないは行ってないけどねえそれって自覚症状でも治ってきてるっていうのはやっぱすごいですよねそうですねまあもうちょっと水素吸ってちょっと検査やってみましょうかねもうちょっと確実に良くなったっていう感しがないあいいですねでも体調的には良くなってるっていうことでね体調的にはもう全然、だから。 本当だったら、こんな仕事できないですよ。お弁当だから朝早いじゃないですか。きついですよね。お弁当屋さん。だから、自分3時ぐらいに起きるんで。まあ、昼寝しますけど。3時ぐらいに起きるんで、多分本当だったら、この朝早く起きて、作ってっていうのは無理だと思います。確かにね。多分。はい。それが、ね、今できているということで、ドクタースリーフーボトルを。愛用してる。からかもしれないね、ということで。はい。まあ、そうなんでしょうということで。 そろそろお時間となりましたは今日タバさん本当にありがとうございましたありがとうございますぜひまた出てくださいよろしくお願いしますそれでは皆さんまた来週さよなら,、はいさよなら